なんですけども、こういうね、機能に進んでここに来ることになりました。最近ね、知ったことをちょっと話したいと思います。この日本原電ですけども、大井原発が再稼働しましたよね。もう随分前の話ですよね。2012年6月、7月再稼働ですね。その後に日本原電が、社債を発行してるんですね。200億円の社債です。電力債っていうものですね。まあここね、さっきからずっと、経営やばいよやばいよ、なんどうやって何にも仕事してないのになんでこんなに黒字なのか、でも困ってるんですよ。200億円の社債を発行して、要するに社債を印刷して、お金を借りたっていうことですね。でもこんなのね、どこの新聞にも書いてないから、私も2日前に初めて知りました。ここ電力会社って言われてないんだよね。だから関電が社債発行って言ったら結構、まあ社債だからちっちゃいけど日本経済新聞が出るんですね。だけど日本原電が、社債発行っていうのは私も初めて知りました。これ何なの結局、再稼働、原発再稼働って何かって言ったらこれですよ。だって本当はね、東電の再建計画見てください。もう一回、去年の4月に柏崎刈羽原発は再稼働しないといけなかったんですよ。してないんじゃないか。そうだ、ね、でこの新しいスキームっていうのが当然ありますよ。これね、4月に柏崎刈羽を再稼働するんですって。できるわけねえだろ。そうだ、そうだ、これがスキームって言ってここでやるから金貸してくれっていう話ですよ。でね、皆さんこうでしょ、原発がまた動くのか。我々は反対してます。多くの人はこう考えるでしょ。心配です。でしょ。日本の6割以上の人が原発がまた動くの心配です。でもね、ごくごく一部のマニアがいるんですよ。マニア。これはね、マニアの名前は機関投資家と言います。1位三井住友銀行、2位みずほ銀行、3位、三菱東京UFJ銀行、4位日本生命です。彼らは何を考えてるか。原発動くの、これ儲かる、おいしい、頭おかしいでしょうよ。そうだ、みんな心配してんだよ。そうだ、買うやつがいるんだね。ここも社債をすりました。でね、さっきも言ったよね、本当は3.11 の時に東海原発はやばかった、もうすごい数の弁当していったんじゃないか。私も調べましたよ。おかしいんですよ、汚染地図が。例えば横浜、めちゃくちゃ線量高いじゃないですか。あれはね、私もおかしいと思ってこれから調べようと思います。まだ書いてませんけどね、東海原発が本当に弁当百何十回もやったのかもしれないですよ。でね、横浜のお母さんに私は会いました。彼女もすごい心配してね、高すぎるんですよ、学校の校庭が。で、土を取ろうとしたんですね。土を取りますっていうことを、取らせてくださいってことを、学校に連絡しました。学校何て言ったでしょうか。それは窃盗罪になります。なんだそれは。もう泣いてましたよ、彼女は。だからこっそり取った、私は窃盗罪ですって言ってますよね。でそのお子さんたちに会いました。横浜のね、芝生の上でゴロ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 、子供たちはゴロ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 遊ぶでしょ。で、これでいいのかって彼女が言ってて、私はね、その、お母さんが損害賠償したとしますよ。ね、東海の事故で、横浜は汚染されてるんではないかということで損害賠償するとするでしょ。ただ誰、その人にお金がいかないんですよ。社債というのはそういう仕組みなんですね。一般担保というのがついてるから、一番、二の一番に返してもらえるのは三井住友銀行でね。三井住友銀行が例えばここが潰れるとしますよね。債権者がここにバーッと来ます。で、その横浜のお母さんも賠償してくれと来るでしょ。後回しにされるんですよ。三井住友銀行の頭取が後ろに並んでる。どのくらい後ろに並ばなきゃいけないと思います。福島の今賠償待ってる人、今東電がね、倒産したらどのくらいの順番後ろに並ばなきゃいけないか。井の一番に返してもらえるのが三井住友銀行ですよね。二番目が水戸です。ダーッと並んで、これね、一般担保っていうのが社債にはついてますから、賠償金を受け取りたい人、家、ふるさと、
仕事、職場を失った人100倍以下に並べっていう謝罪っていうのはそういう仕組みなんですよ。それをね、再稼働の時にバンバン出してるんだよ、日本のね、電力会社、そしてこの会社ですよ。私はね、子供たちが小児がん、小児甲状腺がんが50人っていうね、ニュースを聞いてこの謝罪のことを調べてて、本当に悲しくなりましたよ。あの紙切れ1枚お母さんにもらってね、何ですか、再検査しますっていうだけ書いてで、半年後に再検査してがんが見つかったらすぐ切りましょう、ちょっと待ってくれ、本当に切らなきゃいけないのかっていうようなことを言ってもすぐ切れっていう、あのね、本当にこういう会社の中にいる人は誇りというものがないんでしょうか。そのね、お母さんの前で再稼働しますって言ってみろよ。横浜のお母さんも泣いてるし、福島のお母さんたちの前で再稼働すると言ってみろ。本当にね、この金融の仕組みを皆さん調べてみてください。本当にね、ここの会社が謝罪を発行したなんてことはどこにも書いてないんですよね。ニュースにならない。だけどお金の流れはね、不可解なニュースでしょ。なんで再稼働するするって言って全然しないのかとかね、皆さんもお金の流れを調べてください。そしたらこう、謝罪の仕組みとかね、本当に汚い人たち、金融の人たちですよ、本当マニアですよね。おかしな人たちがいっぱいいます。だから絶対再稼働なんかできないと私は思いますよ。柏崎刈羽は再稼働してないじゃないか、1年以上。だからでも大きな声を上げ続けましょう。再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対。お願いしました。